それでは皆さん共に賛美いたしましょう。賛美する曲は鹿のようにです。お立ちになれる方はお立ちになってください。谷川の谷川の流れを慕う鹿のように主よ我が魂しあなたを慕う、あなたこそ我が盾、あなたこそ我が力、あなたこそ我が望み、我は主を仰ぐ。最初から歌います。谷川の谷川の流れを慕う鹿のように主よ我が魂しあなたを慕う、あなたこそ我が盾、あなたこそ我が力、あなたこそ我が望み、我は主を仰ぐ。あなたこそ我が望み、我は主を仰ぐ。アメン。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、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 ハレルヤ。アメン。どうぞお座りください。9月1日聖日礼拝招きの言葉。主は正義をもって世界を裁き、公平をもってもろもろの民を裁かれます。主は虐げられる者の砦、悩みの時の砦です。皆を知る者はあなたにより頼みます。主よ、あなたを尋ね求める者をあなたは捨てられたことがないからです。アーメン。
それではお祈りをいたしましょう。憐れみと慈しみに富む愛する天の父なる神様、あなたの一方的なご愛のゆえに、あなたにある愛する兄弟姉妹方と共に主の御前に礼拝をお捧げすることのできますこの恵みを心より感謝をいたします。またあなたの一方的な憐れみのゆえに、主を知る恵みを与えられましたことを心より感謝いたします。今私たちが私たちのすべてをもって心を主に向けることができますように、どうかすべてを整えてください。神様、今朝は特別に持たれます聖餐の式を感謝いたします。罪の許しを得させるようにと、多くの人々のために流された救い主の契約の血をありがとうございます。皆この杯から飲めと言われる主の招きをためらうことなく受け取ることができますように、主イエスキリストの御名によって、どうか私たちを清めてください。義とされました私たちが日々の生活を通して神様の栄光を表すことができますように、どうかさらなる導きを与えてください。今朝も語られます恵みの御言葉を感謝いたします。あなたが今日という日に特別なご計画を持って私たちに語られます、その御旨に私たちが心を開き、御言葉を私たちの喜びとなし、また心の楽しみとすることができますように、キリストの恵みのうちに私たちが心を定めて主によって御霊の実を豊かに結ぶことができますように、どうか助けを与えてください。また語ってくださいます白岩先生を特別な油捧ぎを持って祝福し、強めてくださり、満たしてくださり、豊かに大きく用いてくださいますようにお願いをいたします。誠の神であり、生きた神であり、永遠の王であられる主にすべての栄光がありますように、ご臨在を心より感謝をして主を待ち望みます。この礼拝のすべてを御手にお委ねして、救い主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。それではお立ちになられます方、お立ちください。賛美歌267番を共に賛美いたしましょう。閉める時の
それではお立ちのままで主の祈りとまた信仰、使徒信条をもって私たちの信仰を告白いたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美歌527番を賛美いたしましょう。Amen.
どうぞお座りください。聖書の御言葉をお開きいたします。今朝の聖書の箇所は新約聖書ルカによる福音書第16章9節から18節まで。ルカによる福音書第16章9節から18節まで。口語訳聖書でお読みいたします。またあなた方に言うが、不正の富を用いてでも自分のために友達を作るがよい。そうすれば富がなくなった場合、あなた方を永遠の住まいに迎えてくれるであろう。生涯に忠実な人は大事にも忠実である。そして生涯に不忠実な人は大事にも不忠実である。だからもしあなた方が不正の富について忠実でなかったら、誰が真の富を任せるだろうか。またもし他の人のものについて忠実でなかったら、誰があなた方のものを与えてくれようか。どのしもべも二人の主人に金使えることはできない。一方を憎んで他方を愛し、あるいは一方に親しんで他方を疎んじるからである。あなた方は神と富とに金使えることはできない。欲の深いパリサイ人たちがすべてこれらの言葉を聞いてイエスを嘲笑った。そこで彼らに向かって言われた。あなた方は人々の前で自分を正しいとする人たちである。しかし神はあなた方の心をご存知である。人々の間で尊ばれる者は神の御前では忌み嫌われる。律法と預言者とはヨハネの時までのものである。それ以来神の国が述べ伝えられ、人々は皆これに突入している。しかし律法の一角が落ちるよりは天地の滅びる方がもっとたやすい。すべて自分の妻を出して他の女をめとる者は姦淫を行う者であり、また夫から出された女をめとる者も姦淫を行う者である。以上です。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがない。ご在天の父である神様、国庁も敬愛する兄弟姉妹方と共に御前に集い、この麗しい会堂におきまして、またズームにおきまして、共にハイブリッドの礼拝を守り、新しい週を始めることができますことを皆わがめて感謝をいたします。神様、どうぞ私たちは弱いものでありますが、強めてくださり、さまざまな人生の移り変わりの中で、どうぞ忠実に良いを歩んでいくことができますように、守り導いてください。そしてどうぞ永遠の御国の喜びに、良い忠実なしもべとして入ることができますように、あなたが空へ導いてくださいますように、お願いを申し上げます。神様、新しい月になりました。休みの月8月を超えました。また聖剣祈祷会、ズーム聖書会、また長老会、羊会、各委員会が持たれることと思いますが、
どうぞあなたがすべてを導き、またリーダーの方々、また奉仕者の一人一人、また神様がこの群れに連なる一人一人に、あなたの知恵と力、また恵みを豊かに注ぎ、平安を豊かに与え、導いてくださいますように、いよいよ合同教会を通してあなたの御旨がなり、またあなたの御栄を這いさしめてくださいますように、心からお願いを申し上げます。神様はまた昨日は、ヤングアダルトの集いが持たれました。同に大勢の若者たちが来ておられたことを感謝いたします。奉仕者の一人一人に、あなたが豊かに報い、またお疲れを癒し、新しく良きもので満たして差し上げてください。また集われたお一人一人に、あなたの恵みが注がれますように、お祈りをいたします。神様、またどうぞ、弱気を覚えている方、痛みの中にある方、悲しみの中にある方、神様また回復中の方、どうぞ一人一人にあなたのいよいよ豊かな守り、導きがありますように。また新しい方々の上にも、いよいよあなたの恵みを注いで差し上げてください。神様はまたコロナが今再び流行っているようでございますが、また日本におきましては台風の影響で大雨が降っているようでありますけれども、どうぞその場その場にあってお一人一人をお守りくださいますようにお願いを申し上げます。また大統領選挙も近づいておりますが、どうぞあなたの御旨がなりますようにお委ねいたします。今週一週間も待ち望みつつ、また礼拝後半のひととき、聖餐式のひととき、待ち望みつつお委ねして、尊き主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。感謝いたします。いつも綺麗なこうものをですね、こう置いていただいて感謝いたしておりますが、小林佳代子姉妹がお元気になられてですね、またこちらの奉仕を再開してくださっておられますという感謝でございますね。お元気になられたことをまた感謝でございます。この前オプラ・ウィンフリーというタレントの方でしょうかね、民主党の党大会で、おっしゃってました。選挙の候補は品性が大切である、キャラクターが大切であるということをね、おっしゃっておられまして、まあ本当に同感させていただいたことありますが、まあイエス様も身によって見分けることができるであろうとおっしゃってますけれどもね、まあしかし私は選挙とかある場合にはどっちがいい、どっちが悪いとか、どっちが正しい、どっちが間違っているとか、そういうことは言いません。もう皆さんお一人一人がですね、判断して、そして投票する、それが民主主義ですよね。それが選挙の自由でありますので、まあプレッシャーなしでね、本当に皆さんがそれぞれご自分で判断して投票していかれることを願っていることありますが、まあしかしまた品性が大切であるということはとても大切なまた真理であると思います。まあ御霊がですね、私たちのうちでこの実を結んでいってくださってね、まあ未熟なものから本当にこう成熟したものにですね、だんだんとこう成長させてくださる、成熟させてくださるというのはなんと幸いなことでありますでしょうか。まあ御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実と、まあガラテヤ人への手紙の5章22節で言われておりますが、今日は7番目の実ですね、忠実の実について覚えさせていただきたいと思います。忠実ということで、ね、それがこの御霊によって表されていくということですね。今お読みいただきました箇所の一番最後で、
すべて自分の妻を出して他の女をめとる者は姦淫を行うものであると、まあ、そのように言われておりますけれども、イエス様のお言葉でありますが、このクリスチャンの働き人であってもですね、まあ、離婚してしまう、再婚する、まあ、そういったことがあって働きを降りるとかね、残念なことがあったりするわけでありますけれども、しかしこの忠実さ、これを本当に夫婦の間でもね、表していきたいですね。家族の中でも、また本当に全ての人間関係の中でこの忠実の実が現れていったら幸いではないでしょうか。まあ、特に夫婦というのはやはり死ぬまでね、もう一つというそういう制約をしておりますので、ね、特に表される必要があると思いますが、まあ、私たちね、この忠実の実がこの人間関係の中で私たちの生活の中でどのように現れていくのかということを今日いくつか覚えておきたいと思うことであります。まあ、一つはですね、この10節のところでイエス様おっしゃってますが、生事に忠実な人は大事にも忠実である、そして生事に不忠実な人は大事にも不忠実であると、まあ、それよりおっしゃっていらっしゃいます。忠実な人は小さいことにも忠実であるということでありますね。小さいことに不忠実な人は大事にも不忠実だとイエス様はおっしゃいました。まあ、日本では軽犯罪とかありますよね。犯罪の中でも軽い犯罪とあります。しかしですね、この軽い犯罪も、罰せられますよね。まあ、それと比較するとアメリカはこの小さい犯罪というのには割とこうちょっと緩いところがあるんではないかなと、まあ、最近特に思わせられていることでありまして、まあ、特にローカルの電車とかですね、なりますと、この別にチケットを機械で買わなくても改札口なしでもうホームに登っていけるという、まあ、そういう感じでありましてですね、まあ、本当にただで乗ってしまう、まあ、日本ではただ乗りという言いますけれどもね、まあ、それが多く見られるわけであります。まあ、そういうことでちょっと私裁判官の人に一回言ったことがあるんですけどね、生事に忠実な人は大事にも忠実であると、生事に不忠実だと大事にも不忠実であると聖書に書いてありますとお話しましたね。まあ、その後ちょっと警察官がいろいろちょっと回ってカードをチェックしたりしたことでありますが、 でもそれもですね、本当たまというか時々でありますのでね、まあちょっと違いを感じるわけでありますが、でもできるだけやはり私たち忠実なものとなっていくためには、小さいことにまず忠実になっていくようにすることが大切ではないでしょうかね。正直に忠実になっていく人は大事にも忠実であります。それがイエス様がおっしゃっていらっしゃることでありますね。まあ、忠実な人は小さいことに忠実である。まあ、人が見ていないところで小さいことだからと言ってごまかす人はですね、あなたをもごまかすと思いますね。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実である。これが、まあ、まず第一にここで教えられることでありますが、また2番目にですね、忠実である人は預かっているものを忠実に用いるという、そういうことであります。まあ、このテキストでは特に金銭のことが言われておりますが、まあ、金銭に限らず私たちはこの預かっているものというのがありますよね。賜物、精霊の賜物、能力、あるいは、ね、持ち物とか経験とか時間とか、まあ、この地上にいる間のその間だけ、まあ、でありますので、まあ、預かっているというふうに言いましたけれども、まあ、預かっているもの、与えられているもの、それをですね、私たちはこの忠実に用いていくということね、それが大切であるということを覚えさせられるわけであります。
星野富弘さんという方がね、この前召されなさいましたが、星野富弘さん、まあ、今柴田陽子姉妹がいろいろそのミニストリーに今立っておられますが、本当にですね、この何ですか、学校の先生でいらっしゃったんですね。体育のその実習の模範演技で、ちょっとこの怪我をなさられてね、まあそれで、全身不随になられ、まあその絶望の中でイエス様をお受け入れになってクリスチャンになられたんですよね。まあ、新しい動力賜物が与えられなさり、そしてこの口でですね、筆を加えて絵を描き、そしてまたね、詩を書くという、まあ、そういうことをね、なさり始めたんですね。まあ、それによって多くの方々を慰め励ましてこられました。まあ、ある時奥様がですね、子供がなくてごめんなさいとおっしゃったそうですけども、そしたら星野さんはですね、いや私の子供はこの作品ですと、だから一生懸命作品を作ってるんですと答えたそうですけれども、まあ、本当にこの与えられたものね、それを忠実に用いていく。で、これはですね、自分のために与えられたんではないんですね。第一義的には人のために与えられております。他の人を助けるために、他の人を益するためにね、私たちは新しい能力を与えられているんですね。ですからぜひそれを私は忠実に用いていくものであらせていただきたいと思います。まあ、この忠実に用いるということをこの覚えるときに聖書に出ている大変有名な実例がありますね。すべての福音書に出ているこの5000人の世食という出来事がありました。ちょっと絵を見てみたいと思いますが、これは後の方の絵ですね。カラーの方の絵を、あ、こちらですね。はい。まあ人々がですね、集まって、まあ、夕方になってきた。まあ男の人5000人、つまり女性、子供を言いますと、まあ大体2万人ぐらいいたのかもしれません。そのぐらいいたんじゃないでしょうかね。まあ、その時に、まあ、お弟子さんたちがもうみんなを帰らせて食べ物を買ってもらいましょうと言ったんですけれども、イエス様はですね、あなた方の手で食べ物を与えてあげなさいとおっしゃったんですね。あなた方の手であげなさい。まあそれでお弟子さんたちはちょっと分からなかったと思いますが、まあ、その群衆の間を回ってですね、お弁当を探して、一人の少年が5つのパンと2匹の魚のお弁当を持っていたんですよね。で、これをアンデレがイエス様のもとに持ってきたということがまた出てますが、しかしね、こんな小さいお弁当では、ね、5000人あるいは2万人の人に何の役に立つでしょうかと、まあ、アンデレは言ってしまったわけでありますけれども、まあ、しかしですね、この子供はですね、まあ、自分にはお腹たっぷりになれるいいお弁当だったと思いますけれども、それをイエス様がおっしゃるように忠実にですね、イエス様に差し上げたわけですね。そうしましたらイエス様はそれを祝福して、ね、用いてくださり、なんとこの少年がお腹いっぱいになっただけではなくて、2万人の人たちがお腹いっぱいになって、また12のカゴに余りがもういっぱいになったと、まあ、素晴らしい奇跡の御業が表されたわけであります。まあ、この少年もですね、本当に持っているもの、それを人々のために用いたんですよね。まあ、私たちも本当にこの能力とか、あるいはね、いろいろ扱っているもの、持ち物にしても時間にしても、それを忠実に他の人を益するために、他の人を助けるために用いる、そういうものでありたいと思います。まあ、私たちがいよいよ忠実になっていくならば、神様は私たちが持っているものも増やしていってくださるんですよね。そして私たちがいよいよ忠実になっていくことができるようにしてくださいます。忠実の実が結ばれていきます。まあ、この神様はですね、最後の時に、最後のこの
審判の後にですね、私たちを御国に入れてくださるときに二つの質問をなさいますね。一つは、あなたはイエス様を信じているかということですね。イエス様に信頼したか、救いのことですね。それをお聞きになります。そして二つ目のこと、それはあなたに預けたものをあなたは忠実に用いたかとおっしゃるんですね。あなたは管理者として用いたか、まあ、そのことをお聞きになるわけであります。まあ、10月にまた献身協調月間というのがありますけれども、そこでまたね御言葉を見ると思いますが、しかし私たちは本当にですね、いろいろ預かっているものをですね、忠実に用いていくということ、大切ですね。まあ、ペテロがそのことを言っておりますね。ペテロの第一の手紙4章で、あなた方はそれぞれ賜物をいただいているのだから、神のさまざまな恵みの良き管理人として、それをお互いのために役立てるべきであると、そのように進めていらっしゃいますね。まあ本当に私たち自分のために与えられているのではないんですね。お互いのために、役立てるために与えられております。もし私が与えられている賜物を用いないならば、あなたがね、良くないですね。またあなたが与えられている賜物を用いないならば、私が良くないですし、他の人たちが良くない結果になります、ね、ぜひね、与えられている賜物、それを忠実にですね用いていく、お互いのために役立っていく、そういうものといよいよなっていきたいことであります。そしてそれをまたおおらかにですね用いていくということですね。おおらかになっていくときに神様は喜ばれます。どうしてですか？神様はおおらかなお方でありますからね。本当に私たちに空気を与え、酸素を与えですね、あるいは食べ物も与え、着るものも与え、必要なものをもう豊かに与えていってくださるから、私たちここで存在し生きていることができるわけでありまして、もし神様がおおらかでいらっしゃらないならば、もうすぐにでも私たちはこの地上を去るかもしれませんね。神様はおおらかなお方です。ですから私たちにもおおらかになってほしいと願っていらっしゃるんですね。おおらかになってほしい、イエス様に似たものとなってほしい、神様ご自身に似たものになってほしいと、そのように思っていらっしゃることがあります。まあ、いよいよおおらかにですね、また与えていく、用いていく、そういうものとなさっていただきたいことがありますが、また神様のビジョンに従っていくときには必要が備えられますね。私たちがイエス様にお従いしていくとき、私たちにできないことをイエス様はしてくださいますね。イエス様がおっしゃることすべてにお従いしようとしていくときに、私たちにできないこと、自分にできないことをイエス様が、神様がしてくださいます。まあねそのことをまあぜひ覚えましょう。先ほどの絵を見ましたけれども、少年は自分のお弁当をイエス様に捧げる、差し上げる、それができるすべてでしたけれども、あとはイエス様が2万人の人を満たし、あまりもたくさんね、カゴにいっぱいになるという、そういうことをしてくださいました。私たちがイエス様にお従いしていくときには、私たちにできないことをイエス様はしてくださいます。また私たちが撒くときと刈るときというのは時間差がありますよね。それをちゃんと認識しておくことが大切だと思いますね。農業でもそうですよね。種をまいたから翌日実を刈り取るかというとそうではありません。時間がかかります。ですからたとえですね、刈り取るのに、遅れがあったとしても、神様が働いていらっしゃることを信じましょう。そして、待つということですね。そこに時間差があるということを覚えておることは大切だと思います。まあ、忠実な人はお預かりしているものを忠実に用いていく、人を助けるために用いていく、それが、ここで見られるわけでありますけれども、さらにですね、3番目のこと、それは忠実な人は友をイエス様のもとに連れ行くということですね。
小さな人はイエス様に共を連れ行く。このテキストのですね、9節のところでは、不正の富を用いてでも自分のために友達を作るがよいとイエス様がおっしゃってますけれども、まあ、金銭のことだけではなくて、本当にですね、忠実な人はこの友をですね導く、家族あるいは仕事場あるいは生活の場でね、このいてくれる友をイエス様のもとに導く、それ忠実であるということであります。ちょっとですね、その例として先ほどちょっとちらっと見ましたが、こういう出来事がございましたですね。これも覚えてらっしゃる方々が多いと思いますが、まあ、一人の病人をですね、4人の友達がこの抱えてですね、そしてイエス様のもとに連れて行こうとしたんですね。ところがいっぱいだったんで入れなくて、屋根に登って屋根を開けて、そこからその病人を吊り下ろしてね、イエス様のもとにこの置いたわけです。そうしましたら、イエス様はその病人を癒してくださったんですね。で、その時にですね、その時の状況をマタイの福音書でちょっと見ておきたいと思いますが、9章でありますね。ちょっと見てみましょうか。2節ですが、すると人々が中部の者、動けなくなったそういう中部の人をですね、床の上に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て、中部の者に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだと言われた。まあ、罪も許してくださった。この時にですね、イエス様はこの病人の信仰を見たんですか？イエスは彼らの信仰を見てと言われておりますね。この病人を連れてきた友達の信仰を見たんですね。そしてその信仰に応えてくださって癒してくださいました。まあ、いかがでしょうか。私たちの周りにもね、もう動けなくなっている、霊的にですね動けなくなっている、不安や心配や恐れや、まあ、いろいろなことでですね動けなくなっている人がいるんじゃないでしょうか。その人をですね、このイエス様のもとに導いてあげる、助けてあげなければイエス様のもとに来れない。ですから助けてあげるわけですね。イエス様のもとに連れて行ってあげる、それが忠実であるという、そういうことでございますね。まあ、私たちもぜひ忠実なものとなっていきたいです。まあ、ギリシャ語のですね、この新約聖書の言語でありますが、この言語では信仰という言葉はピスティスというんですね。ピスティス。で、この言葉はですね、忠実という言葉と同じ言葉なんです。忠実という意味もあるんですね。つまり信仰と忠実というのは同じことだと言えるんじゃないでしょうかね。英語でもね、信仰はフェイスでしょ。忠実という言葉はフェイスフルネスというわけですね。そこには信仰があるわけです。信仰があるときに忠実になります。忠実であるということは信仰があるということでありますね。ですから聖書の訳ではですね、義人は信仰によって生きるというようなお言葉も、義人は忠実さによって生きると訳されている聖書もあるんですね。ある意味で同じ言葉だと言えるのではないでしょうか。まあ、私たちもですね、ですから信仰を持って忠実にですね、また友をイエス様のもとに導く、そのような働きに加わらせていただきたいと願うことであります。もう一つだけ、最後に触れておきたいこと、それは忠実な人は信仰の若い人を育てるということですね。忠実な人は自分より信仰が若い人を育ててあげるということです。ちょっとですね、御言葉を見たいと思いますが、テモテの第二の手紙2章、パウロがテモテに
語っている言葉ですが、そしてあなたが多くの証人の前で私から聞いたことをさらに他の者たちにも教えることのできるような忠実な人々に委ねなさい、言われておりますね。忠実な人は信仰の若い人を育て立て上げてあげるということです。ここに、まあ、4つの段階といいますか、4世代の人たちが入っているということが言えますよね。私というのはパウロ、そしてあなたはテモテ、弟子のテモテですね。そしてテモテがまた忠実な人々に委ねるわけですね。そしてまたその忠実な人々は他の者たちに教えていくわけであります。まあ、つまりここに4段階の人たちがまあ入っているわけでありますけれども、ね、まあ私たちにはパウロもテモテも必要なんですね。パウロというのは教えてくれる人ですね、コーチですね、必要であります。そしてまたテモテも必要なんですね。自分より若いそういう人、信仰の若い人を助けてあげる、育ててあげる、それがまた忠実であるということで、ね、覚えさせていただきましょう。まあ、イエス様もですね、この十字架にお掛かりになられる前の晩にペテロに言いましたね。ペテロがその晩失敗してしまうのをよくご存知で、あなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさいと、それよりパウロにおっしゃいました。まあ、私たちもですね、この力づけてあげる、そういうことをしたいですね。ペテロの信仰がなくならないようにイエス様はお祈りしてくださいました。そしてペテロは立ち直ることができた。で、そして兄弟たちを力づけていったんですね。これ弟子化とも言いますよね。弟子化というふうに言葉で言います。私も弟子化主事を12年くらいしておりました。でも弟子化の働きというのはこの忠実さの表れであるということが言えるんじゃないでしょうかね、はい。まあ、少しでも自分が先に行っていれば助けることができるんですよね。少しだけでいいんです。まだ自分よりも信仰の若い人がいたら助けてあげる、立て上げてあげる、まあ、そういうことを、ね、していく。それもね、この忠実であるということです。まあ、私もね、大変な中通りました。でも神様が介入してくださって、私を助けてくださいました。ですから、神様はあなたも助けてくださいますよというね、そういうことですね。まあ、ぜひ、そういう忠実な歩みをまたさせていただきたいと思います。一言お祈りをしたいと思います。ご在天の父なる神様、良い忠実なしもべだと最後に私たち一人一人言っていただくことができますように、どうぞ良いよ忠実な歩みを、小さいことから家族の中からどうぞ初めてまたいよいよしていくことができますように、またお預かりしているものを他の人を助けるために忠実に用いることができますように、またいよいよおおらかに忠実に与えていくことができるようお願いいたします。またあなたにお従いしていくときに自分ではできないことをあなたがしてくださいますことをありがとうございます。また遅れがあるときにはあなたが働いてくださることを信じることができますように、神様またどうぞ友イエス様のもとに導く、そのようなお働きに用いられることができますよう、そしてまた自分より信仰の若い人どうぞ助け立て上げることができますよ、育てることができますように、忠実な歩みをいよいよ成していくことができますようお願いいたします。そしていよいよあなたの祝福をいただいていくことができますように、また
新しい方もイエス様に心を開きます。イエス様がどうぞ心にお入りくださいますように、イエス様を信じたいですと、それように祈ることができますよう助けて差し上げてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。それでは、皆さんともに賛美してまいりましょう。聖歌402番、お立ちになれる方はお立ちください。十字架にイエス君
すいません、ちょっと手違いがあったようで、マイクがちゃんとここに2本置いてあったんですけれども、ちょっと今ないのでこちらを使わせていただきます。それでは主が制定してくださいました聖餐の式にともに預かりたいと思います。愛する兄弟姉妹、救い主イエスキリストを信じ、バプテスマを受け、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っている者はすべてこの聖餐に招かれています。いずれの教会員であっても同じ信仰を告白している方は共に媒参されますように。まだ信仰を告白しバプテスマ洗礼を受けていない方は、救い主イエスキリストを信じて洗礼を受け、聖餐に預かる日が一日も早く来るようにと祈ります。お祈りをいたします。恵み深い天の父である神様、御子イエスキリストが十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは主の慈しみと十字架の見苦しみと深く覚えさせてください。今前に置かれておりますこのパンと杯を祝福し聖別してくださり、イエス様の裂かれた身体、流された血を表すものとしてくださいますように、この聖餐の式に預かるとき、聖霊様の格別な恵みをいただくことができますように、あなたが導いてください。感謝をいたします。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではひととき黙祷の時をお持ちしたいと思います。主イエスを渡されるよ、パンを取り感謝してこれを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体である、私を記念するためこのように行いなさい。それでは信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。
主はそう同じように杯を取り感謝を捧げた後こう言われました。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。ご在天の父なる神様、今朝も敬愛する兄弟姉妹方とともにこの聖餐の式に預かることができました。憐れみ慈しみ心より皆をあがめて感謝をいたします。今喜んで自分の体をあなたに喜ばれる生きた聖なる供え物としてお捧げいたします。この地上においてはいろいろな課題また試練もございますけれども、どうぞ神様すべてのことの中において忠実に歩んでいくことができますように、このしばらくの軽い困難は働いて永遠の思い栄光をあふれるばかりに私たちに得させるという素晴らしいお約束をありがとうございます。いよいよ永遠の御報い望み見ながら進んでいくことができますように、いよいよ私たちのうちに忠実の御を御霊によって結んでいってくださいますように、イエス様のお名前によって感謝しお一人人にお祈りに合わせてお祈りいたします。アーメン。それでは感謝の捧げ物の時を持ちましょう。献金のお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたは常に私たちを大いなる憐れみを持ってまた常しえの慈しみを持ってすべての良きもので満たしていてくださいますから感謝をいたします。
今から主の御前に心からの献金をお捧げいたします。どうか私たちの捧げ物が主に喜んで受け入れられるものでありますように。また何よりも私たちのあなたに対する献身の思いがあなたの御前に届きますように。人の手によるものではなく、地に慈しみと公平と正義とを行っておられる主に望みを置き、どんな時も主にのみ信頼を置くことができますように、私たちを支え、また助け導いてください。私たちの救いであります誠の神、生ける水の源である主に御栄えが豊かにありますように、救い主の皆を通して御前のお祈りをいたします。アーメン。それでは唱詠を賛美いたしましょう。お立ちになられます方、どうぞお立ちください。青い小枝が湧くは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しいお交わりとお励ましとが、我ら一同と共に、今も後も、よよ限りなく豊かでありますように。アーメン。どうぞお座りください。まずはじめに今朝のゲストの方をご紹介させていただきたいと思います。ウェイゴン・ファンさん、どうぞお立ちいただけますか。はい、ようこそおいでくださいました。ファンさんはたまたまこのエリアを歩いていてこの教会を見つけられたということで、神様の導きを本当に大きく感じるものであります。そしてお久しぶりに福田康子さん、おいでになっておられますね。はい、お帰りなさい、ようこそ。はい、そしてもう一方はニューヨークから斉藤さゆりさん。はい、お帰りなさい。戻られて早々、昨日もヤングアダルトのミーティングに出席してくださり、今日も朝からお母さんのヘルプを精力的にしてくださいました。ありがとうございます。それでは今朝の口頭アナウンスに移らさせていただきます。まず1件目ですが、今週の火曜日は教会の祈祷日となっております。それぞれお祈りの時間を持って、教会のため、また教会兄弟姉妹方のため、
そして何よりも日本の自然災害が本当に大きく最近いろんなことが続いておりますけども、どうぞお祈りに覚えてください。受付の方でこのように祈祷の課題表も作られておりますので、ぜひお持ちくださって参考になさってください。続きまして、礼拝堂の温度設定は通常73度で設定されております。寒いと感じられる方はどうか席を別のところに移動されるか、また羽織物をご持参くださいますようにお願いをいたします。教会堂の中も場所によって寒いところ、直接風が来て寒いところ、そして風が来ないちょっと暖かいところなどありますので、どうぞそれぞれで対応していただけますようにお願いをいたします。それからですね、8月の間お休みとなっておりました、聖書の学び会、水曜日に行われておりました聖書の学び、そして祈祷会がこの水曜日から再開されます。1時半からになっておりますので、ぜひ教会の方にご集合ください。そして金曜日のオンラインでの学び会ですけども、これは今週は都合によりお休みになります。そして来週から、来週の金曜日7時から再開されますので、お間違いのありませんようにお願いをいたします。今朝のこのコートアナウンスは以上になります。今年も9月になりました。早いですね、あっという間に終わり、今年も残り4ヶ月を残すのみとなりました。いよいよ主にすべてをお委ねして、平安のうちに主の喜ばれる一日一日を歩んでいきたいと思います。それではこれをもちまして今朝の礼拝を終了いたします。シャローム。